こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、本日発売となりましたユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションですね。秋冬バージョン、実際に店舗に行ってきて、いろいろと実際にですね、手に取ったり試着をしてみた感想をですね、皆さんにお伝えができればなと思っています。本来であれば、ここに大きな袋があって、買ったものを皆さんにですね、レビューするはずだったんですが、残念ながらですね、今回僕は何も買いませんでした。まずここが一つの結論なんですね。じゃあなぜ今回何も買わなかったのか。そして、どのあたりのアイテムに注目していて、実際に着てみた結果どうだったのか。このあたりについてですね、今回はプロの視点でお伝えをしていきたいなと思っています。僕はですね、このようなユニクロとのコラボレーションの企画があったら、大体ですね、事前にサイトにですね、画像がアップされた時点で、一回事前レビューみたいなものをですね、やるんですね。その後に実際にお店に行って、購入したものを着用しながら動画にするという流れなんですが、今回の JW アンダーソンのコラボに関してはですね、僕は事前動画を出していなかったんですね。それには理由がありまして、なぜかというとですね、正直ですね、パッと見でなんかこう欲しいなと思うものがなかったからなんですね。ユニクロと様々なブランドのコラボレーションっていうのはもう結構最近はもう定番的にいろんなブランドがやってますよね。ユニクロ U やっていて、JW アンダーソンやっていて、セオリーやっていたりだとか、あとはちょっと特別なホワイトマウンテニアリングやったりだとか、あとはエンジニアードガーメンツやってたりだとか、こういったコラボレーションって結構頻繁に行われているわけなんですが、その中でも JW アンダーソンのコラボレーションっていうのは結構こう見た感じカジュアルでポップなものも多いので、割と僕ら大人世代にはちょっと難しいかなと思うものが少なくないんですね。その中でも気に入ってるものはいくつかあったりはするんですが、ここ最近は割と僕の中ではこれだというものがそんなになかったので、今回はちょっとパスかなと思っていたんですね。ただ、やはりですね、実物を見た上で改めて欲しいものがあったらなと思って本日行ってみたんですね。その中でよくよく見たらこれいいんじゃないのかなと思っていたアイテムがありまして、それをですね、いち早く試着してみたわけなんですね。それがメンズではなくてレディースの商品なんですが、ダブルフェイスコート。これのですね、08ダークグレーがすごく良さそうな感じがしたんですね。以前僕がサイトチェックした時にはメンズしか見てなかったので、ちょっとここはですね、チェックし忘れていたところはあるんですが、これを見たらすごく良さそうだったんですね。ちょうど昨日ですね、サイトでこちらに気づいて、いや、いいんじゃないのかな。これはぜひ試着してみたいなと思って、店頭で見てみたわけなんですね。で、見てみた正直な感想なんですが、すごくいいんですよ。で、試着をしてみると、シルエットもすごくいいし、着丈のバランス、あとはレディースなので、肩周りがちょっとコンパクトだったり、デザイン的に女性っぽさが強く出てしまうかなと思ったんですが、意外と M サイズを着た段階で、結構ですね、緩めのサイジングで、個人的にはバランスはいいなと思ったんですね。で、色合いも深みのあるダークグレーでめちゃくちゃ良かったんですが、僕が一点だけ気になったのは、毛足の長さだったんですね。素材はですね、42% ナイロン、40% 毛、18% ポリエステルというところで、混紡の素材になってるんですが、結構ですね、毛足が長くて表面に光沢感があるような、艶やかなコートに仕上がっていたんですね。メンズのコートでこのような生地感のものってそんなに多くはなくて、いわゆるレディースのちょっと高級感のあるようなコートに、このような毛足の長さだとか、ちょっとこうしっとりとした上品さっていうのは感じられることが多いんですが、まさにその雰囲気で、ちょっとこうメンズが着るには、ドレッシーすぎるかなと思ってですね、僕はその素材の風合いがちょっとしっくりこなくて、今回は買うことをちょっと見送りました。それ以外は完璧だったんですよ。めちゃくちゃいいなと思いました。ですので、女性の方が買うのであれば、もうものすごくおすすめだと思いますし、男性の方でもこの雰囲気がかえって好きだという方はですね、十分に買う価値があるのかなと思っています。ユニクロのインラインでもこのようなステンカラーコートって結構あったりしますよね。シングルブレストコート、このあたりが個人的にはすごく仕上がりがいいかなと思ってるんですが、そういったものと比べても素材の質感はより上品ですし、シルエットデザインも含めて非常に完成度が高いんですが、もうこの素材感だけですね、この素材感に先入観さえなければかなりおすすめかなと思うんですが、そういった理由もあって今回は見送ることにしました。他にもう一点注目しているアイテムがありまして、それがフランネルチェックシャツ、レギュラーカラー、過去長袖というもので、これね、ななかなか良さそうだなと思ってまして、カラー展開57のオリーブと、あとは67のブルーという2色になっているんですが、こちらのオリーブがね、なかなかいいんじゃないのかなと思いました。レギュラーカラーがついていて、割とこう、襟型としてはプレーンなんですが、両胸にポケットがついていて、最近のシャツアウターっぽい流れがしっかりと生きているようなアイテムになってまして、素材はフランネルでチェック柄ということで、ただチェックの柄としてもですね、割とこう、本体に馴染むような深めの色合いだったので、割とこう悪目立ちもしないですし、大人の男性にも似合いやすいかなと思ったんですね。で、実物を見てみたところ、良かったんですよ。良かったんだけども、なんだろうな、よし、これ買うぞというようなテンションの上がり方まではいかなくて、ちょっとこれ買ったはいいけど、そんなに着なかったなという展開になりそうな予感がしたので、今回は見送ることにしました。この雰囲気のシャツが2990円というところで、非常にコストパフォーマンスもいいと思いますし、おすすめできる商品ではあるかなと思うんですが、自分自身がテンションが上がりきらないものをですね、買ってレビューするのもちょっとまた違うかなと思ったので、今回はあえて購入を見送りました。ただ商品自体は非常に良いと思いますし、こちらのアイテムは今回の JW アンダーソンの中では一押しだっていうのは個人的には変わらないんですが、ちょっと今回はそういった理由もあって見送ることにしました。他にはハーフコートがあったりだとか、ショートブルゾンがあったりだとか、いわゆるアウターの中でもトレンド感の漂うようなアイテムがありまして、旬でいいなとは思ったんですが、悪くはないんだけども、めちゃくちゃ買いたいというところまでは正直気持ちが上がらなかったんですよね。このあたりを買うんだったら正直ユニクロ U の秋冬の新作のステンカラーコートですね。ブロックテック素材のやつ。ああいったものがセール価格になってるので、あちらを買った方が個人的には気分が上がるかなと思ったので、ちょっと今回はですね、アウター系も購入をしませんでしたし、あとは柄物のセーターだとか、長袖のポロシャツ、このあたりもちょっとクラシックな感じがして、可愛くはあるんですが、失敗するとちょっとやぼったくおじさんっぽく見えがちかなと思ったので、僕はパスすることにしました。チェック柄のシャツもちょっとですね、クレイジーパターンになっていたりだとか、ちょっとカジュアル感が漂うので、一歩間違えると厳しいかなと思ってですね、買うことはなかったんですね。全体的にですね、もちろん悪くはないと思うし、すごく価値のあるコレクションではあるとは思うんですが、僕の中ではこれっていうヒットがなかったので、今回は残念ながら購入を見送りましたということですね。おそらくこの動画を出すのは10月15日になるので、JW アンダーソンの発売日当日にはいろんな動画がアップされると思うんですね。その中でおすすめのアイテムとか、いろんな方がご紹介するかなと思うんですよ。やっぱり最近ってこのようなユニクロとのコラボレーションがあると、その都度ですね、いろんなメディアで結構レビュー動画だとか、レビューの記事が上がったりすると思うんですね。僕自身もそういったものを見るのが好きですし、きっと皆さんもですね、検索をされて、僕の動画にたどり着いたのかなと思います。もしくはおすすめに上がってきたりとかね、そういった方もいらっしゃるかなと思うんですが、やはりこのようなコラボレーションって毎年定期的に行われているものですし、その時にしかないという魅力もあるんですが、ここはちょっと冷静に考えて、そのアイテムを長期的に見るのはなかなか難しいかなと思うんですが、せめて2年後とか、それぐらいの視点で見ても、変わらずに気に入って着れるかどうかっていう視点は結構重要かなというふうに思っています。このようなコラボレーションの企画って僕らもワクワクするし、いつものユニクロにはない流れなので、お祭りのようにですね、ピックアップしたくなるんですが、ここはもう冷静にいろんなコラボレーションがこれからもあるわけなので、本当に欲しいものがあったら、それをピンポイントで買うぐらいでいいと思うんですね。もう本当に何も買わないでスルーするようなコラボレーションもあっていいなと思ったんですね。ですので今回は、あえて何も買ってないんですけども、スルーをしたということをですね、あえて皆さんにお伝えしたくて動画を撮ってみました。僕は個人的には大人の男性に似合うのは JW アンダーソンとのコラボよりは、断然ですね、ユニクロ U だと思っているんですね。今期のユニクロ U とても素晴らしかったですし、まだまだ買えるものがあったりするので、そちらを優先していただいた方が少なくとも2年3年というですね、中期的な目線でも使えるものは多いんじゃないのかなと思います。ユニクロ U もいいし、あとはですね、プラス J なんかも結構僕は良かったと思うんですよね。今期改めて引っ張り出してきて、バンドカラーシャツとか改めて着てみてますが、非常にいいんですよね。アーカイブとして長く撮っておきたいなというものがたくさんあるので、このようなプラス J とかユニクロ U に関しては、大人の男性に中期的にですね、活躍してくれるようなアイテムが多いコレクションなので、親和性が高いかなと思うんですが、一方で JW アンダーソンだとか、丸にもね、やっぱりちょっとエッジの効いたものが多かったので、このようなポップなものは、ユニクロが本来強みとしている、ベーシックで長く愛せるようなライフウェアというところと、親和性としてはめちゃくちゃ高いというよりは、やっぱりそのシーズンの華やかさだとか、ポップさっていうところを優先したものなので、なかなかですね、中期的には使いづらいものなのかなというふうに思っています。まあ、これから JW アンダーソンのコラボレーションも、ちょっと時間経ったら、まあ、セール価格になるものも出てくるかなと思うので、焦らずに購入するのがいいかなと思います。まあ、ユニクロ U もいいし、あとはインラインのユニクロの中にも素晴らしい商品たくさんあるんですね。まあ、こういったものを着実に買っていった方が、大人の男性にはすごく似合いやすいかなと思うので、これからも僕の動画の中では、まあ、素晴らしいなと思ったアイテムに関しては、どんどんレビューをしていきたいなと思ってますし、ちょっと今回はパスかなっていう場合はですね、それはそれでしっかりとお伝えしながら、無理してユニクロのコラボアイテムを買うということは、まあ、ちょっと僕はしないようにしていきたいなというふうに思っています。まあ、個人的にはですね、最近のコラボレーションだったら、ユニクロとホワイトマンテニアリングですね。このあたりのですね、ダウンだとか、あとはフリースですね。すごく良かったと思うんですね。あのような、あまり点数は多くないんだけども、地味ながらも凝っていて、すごく使い勝手のいいようなユニクロとのコラボレーションっていうのを僕自身はすごく楽しみにしてまして、これからひょっとしたらもう一回ぐらいですね、違うブランドとのコラボレーション見れるかもしれないので、そのようなコラボレーションを僕は楽しみにしながら、まあ、今回はちょっと温存ということで、JW アンダーソンは、スルーをしたいなというふうに思っています。まあ、ただですね、今回僕は JW アンダーソンのコラボ買わなかったのは、僕の力量では使いこなすことができなかったということの裏返しでもあると思うんですね。やっぱり人それぞれセンスっていうのは様々で、もっとセンスの豊かな方もたくさんいるので、そういった方々の手にかかれば、JW アンダーソンの魅力をさらにですね、うまく引き出せることもできると思うんですね。ですので、ぜひ皆さんもですね、今回の僕の動画も一つの参考にしながら、いろんな動画が上がってると思うので、そういったものを見ながら、こういった着方ができるんだったら、ありかなとか、このような着方をしたいなというアイデアを得て、トライしてみるのも大いにありかなと思うので、まあ、いろんな動画のある中の一つの意見として捉えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、気に入っていただけたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。